はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤です。ちば力なり、はい、今日もこれやっていきましょうね。忙しすぎてね、いよいよ撮るのね、今日になっちゃいました。では参ります。撮影日です。1月12日の金曜日、合格ストラテジー。2024年1月13日土曜日、1月14日の日曜日、大学入学共通テストがいよいよ翌朝実施されます。今年もね、加藤と一緒に持っていく持ち物のチェックをしようっていう動画、今撮っておいて皆さんと共有したい知識 1,2,3,4,5 大きく5点あります。この動画を見て明日の持ち物を用意してゆっくり寝て明日の試験に臨んでくださいね。早速ですけど、河合塾のサイトの中にこの共通テスト前の持ち歩きチェックシートっていうのがあります。この持ち歩きチェックシートをダウンロードした上で、まあスマホの中にね PDF で保存しておいてもいいし、できれば印刷して紙で持っておいてチェックチェックチェック、いろんなことやると一番安心だと思います。詳しくは動画の概要欄にリンク貼っておきますので、私の動画見終わってからね、見に行ってみてください。さらに試験日までの直近の重要な情報だったり、試験日当日の最新トレンドっていうのは大学入試センターのツイッターのアカウントからどんどん情報流れてきますから、公式アカウントフォローしてください。はい、では右側行きましょう。加藤のストラテジーです。この持ち歩きチェックシートには必要なものって載ってますけど、毎年これにプラスここに書いてあるものぐらいは必ず持っていこうねっていう風に私は呼びかけます。それは何かと言いますと、メガネとマスクの予備は持っていく。メガネユーザーの皆さん、途中で何らかの事故にあってこのメガネなくなっちゃうっていうのはマジで試験に困ります。で、それからコンタクトレンズ使ってる子も目の調子が悪くなったりとか、目にゴミ入っちゃったとか、いろんな理由でコンタクトレンズ外さなきゃいけないっていうことになるとものすごくしんどいです。カバンの中には必ずメガネの予備を持っていくこと。マスクっていうのは試験中も着用って今年から必須ではなくなりました。ですが、電車バスで移動して会場入りしたりとか、あと試験と試験の間の休み時間とか、結構な人混みの中を行くことになります。そんな時にマスクしないと不安やな、気持ち悪いなっていうふうに思う子がいれば、まあつけていくもの、それから予備に1枚っていうふうに入れておけば安心だと思います。他人のどうでもいい会話っていうのをインプットしないように耳栓持っていくことを常々お勧めします。試験ができたとかできなかったとか、簡単とか難しいとか、そういうわけのわからん情報ってね、インプットしない方がいいんですよ。だから耳栓をして周りのガヤを聞かないっていうことをやってほしい。折りたたみ傘は単純に天候がいい悪いかってあまり予測つかないので、傘は持っていきたいんですけど、でっかい傘持っていくと本当にみんなの迷惑になるんで、カバンの中に小さな折りたたみの傘を忍ばせておけばいいと思います。補給のためのお菓子っていうのはたくさん持っててくださいね。休み時間のためにお菓子ボリボリ食べていた方が脳疲労って回復できると思います。アナログの腕時計2個持っていってください。デジタルなものだと試験官の判断によって、これはひょっとしてカンニングの材料に使えるかもしれませんから試験中に使用することはできませんっていう風に指示をされる場合があります。特にですけど、アップルウォッチみたいな、スマホと連携ができるスマートウォッチって呼ばれるものって基本全部ダメですから、会場に持ち込むのに一番妥当かなって言われるのは、文字盤のはっきりしているアナログの腕時計。万万が一ですけど1個止まった時のためにもう1個持っていくっていうね、2個使ってください。で、小銭はたくさん、万札とか持っていくと電車とかバス乗った時に困る場合もありますし、茶色いお札ではね、自動販売機でお買い物もできない場合もありますんで、小銭をたくさん持っていく。当日の服装どうしましょうってこれいっぱいいますけど、脱ぎ着のしやすい服装なら基本何でもいいです。で、英字が書いてあったらこの服脱げっていう風に言われるとか、聞きましたとかいう風に言う子いるじゃないですか。それは事実なんで、マジでこういう服装どうしようって考えるの嫌になっちゃったら、制服で行って1枚コートを羽織っていくぐらいでいいと思いますよっていう風に回答します。はい、大きい4つ目、寒さの対策万全にやりましょうね。温かい飲み物持っていきましょう。水筒に温かいお茶を持参するのがベストですけど、まあお家出て一番すぐにあるコンビニ、会場の近くのコンビニだと飲み物とかお弁当とかを受験生みんなで奪い合うことになってしまうんで、手に入らなくなる可能性があります。ですから、お家を出てすぐにあるコンビニで温かい飲み物を購入して持っていく。手袋とカイロ、カイロもないよっていう場合は自分の家を出て一番最初にあるコンビニでカイロ購入して持っていった方がいいと思います。座布団の扱いなんですけど、これって毎年基本的には会場に座布団持ち込んで OK っていう風になってたんですけども、はい、今年の大学入学共通テスト受験案内を読む限りだと、座布団持ち込んで OK という文言が試験官が特別に許可を与えて座布団使ってもいいよっていう風に言われた場合は座布団 OK っていう風に書いてあるんで、扱いが変わってます。ですから現場の指示に必ず従ってください。 OK とか OK じゃないっていうのはおそらく試験会場ごとに判断が異なる場合があるかと思うんで、座布団の扱いっていうので
びっくりしてないよね。持って行っていいと思ってたから持ってきました。まではいいよ。使っていいかどうかは話が別だけど、どうしようかなっていう判断などを知っておいてください。最後になりますけど、こちらですと、大学入学共通テストの受験案内って、高校生のみんなら高校から配られたし、浪人生のこれさ、取りに行ったり請求したりして、用意してますよね、お手元に。これは絶対に持参してください。この中にはテストを受ける時のルール、テスト受けられなくなった時の緊急時の対応までも含めて、明日、明後日のあなたの動きに対するルールと、この時はこうしなさいっていう指示が全て書いてあるので、これに従って2日間動くことになります。そのルールブックですから、ルールブックは必ずカバンの中にこう入れておくと。最後になりますけど、万が一の不測の事態が発生した時って、39ページにその緊急時の対応っていうのは掲載があります。ちょうどこのページですね。39ページ5、出願後の不良の事故等による受験上の配慮っていうのがあります。具体的に言うと、当日の体調不良、または公共交通機関の大幅な遅延で、身内の方のご不幸があって試験に行けなくなっちゃったとかで、今年で言うと、ちょうど石川県の能登半島の方で大きな地震があったせいでの、もろもろに対する混乱、またはその救済措置っていうのもありますから、その時に受験生が救済措置をやってくださいっていうことが必要になった場合に、受けられなかったんで後からお願いしますっていうことって、実は共通テストって通用しないんですよ。このページの流れに従って、自分で電話かけて申請をするとか対応っていうのを求められるんですよ。正直言いますけど、当日何かが起こった時の、何かが起こった時対応っていうのはかなりややこしいですし、電話は何時までにかけてくださいっていう締め切りとかも細かいことあるんで、今日中に必ずこれは目を通して読んでおいてください。できれば自分と、それから保護者さんにも見ておいてもらって、万が一の時はこれで対応するんやなっていう予防線は張っておいてください。何事もなければいいんですけども、当日試験が受けられなくなったんで追試に回りますっていうことを対応したっていう事例っていうのは、去年もその前もその前もやっぱうちの塾生の中で一人ずつあったので、絶対に読んでおいてくださいねっていうことを皆さんと共有しておきましょう。繰り返してみます。いいですね。39ページを今日中に読んでおく。 OK ですか。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画ね、役に立ったよと思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。明日、明後日皆さんが無事に乗り切ってくれることを願うばかりです。それでは次回もお楽しみになさってください。